シニアによるシニアのためのシニアチャンネル A の70ゆうすげです。前回に引き続き子供への旅行くのお話です。今回は孫子と一泊で京都の舞鶴に行ってまいりました。舞鶴では平和教育を、天の橋立では社会科と理科のお勉強をしてまいりました。アメリカが乗る観光船来た。ほら。あれ？うん。あれを一周ぐるって回ってたの？あれ。みたいやね。ほら。やっぱセンサーが出てるのかな？センサーがずっと上がってるの。それかブーって。ずっとこっち見てるよ。
どうでしたか？旅行くになってたでしょうか？コメントいただけたらありがたいです。急に孫っ子が泣き出したりハラハラした場面もありました。ブログの方に書いています。どうか見てください。最後までご視聴ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はどうかよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。